はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミンストレルソングリマスタードということで、こちら発売がですね2022年の12月1日なんですけれども、なんとスクウェアエニックス様からですねプレイ用コードの配信をいただきまして、先行配信をさせていただける運びとなりました。どうもありがとうございます。本当にこんなチャンネルまでお声をいただいて本当にありがたいです。ということでちょっと早速もう始めていっちゃうんですけれども、細かいプレイ方針とかについては、リマスタードが発売される前に、ちょっと復習がてらミンサガやっていきましょうということで動画を上げてますので、ちょっとそちらの方も、今から見るってなると時間かかっちゃうんですけれども、そちらを見ていただきたいので、細かい話はやりながら進めていきます。でまず追加要素ありなし、これが選択肢として出てますね。もちろんこれはありでいきましょう。これはロマサガと同じような感じの選択ですね。で主人公は8人の中から選ぶんですけれども、今回はやっぱりグレイでいきましょう。自分はロマサガ1の中ではグレイが一番好きなのでグレイでやっていきます。で名前を決めましょうということでグレイで OK で、クラスはもちろん剣士をつけていきます。でプレイヤーの名前は、またミカミックスでいきましょう。いつもの通りです。で性別回答なし、女不明、不明と回答なし男。振動設定は弱で OK。 進行設定普通ゆっくり、これなんか新しくあるな。ちょっと待ってね。ゆっくりは北米版、普通は原作日本版北米版の時間の流れが分かんない、これは普通でいきます。で本当初心者の方は進行速度はゆっくりの方がいいと思うんですけど、自分は普通でやっていきます。でオートセーブがあります。ソフトリセットも表示してくれるんだ、めっちゃありがたいね。 L1 R1 と、右のボタン、ちなみにプレイステーション5版でやっていきます。もうめちゃくちゃ綺麗だよね、画像が。マルディアス、世界には謎の財宝が眠る場所が数多くある。その一つリガウ島、リガウ島を目指す冒険者の一団、ローザリア生まれの聖戦士ガラハド、エスタミル生まれの炎の魔術師ミリアム、そしてグレイ。ジェルトン、さあジェルトンについて、右と左にプレイガイドみたいなのが出てんね。オートラン、そう、なんか自動で走るモードがあるらしいんだけど、ちょっと勝手に走ってる。これはあくまでもまっすぐ走るだけか。ちょっと待って、勝手に走っちゃってるけど。であと右下にある R3、 これでスピードが変えられる。3倍まで変えられる。3倍は変えられないな。1回クリアしないと3倍はいけないのかな。でクイックセーブが L2 でできて、いいね、めちゃくちゃ親切。右上にマップもあるじゃん。そう、マップいちいちね別画面で開いてたからね。というわけでちょっとジェルトンに来たんですけど、まず一番最初にやることはこのキラキラ光っている、おい君は冒険初心者だね。こいつに話しかける。義勇軍に声をかけないとは全くの初心者だね。ニュー、よろしくお願いします。いい返事だね。何事も謙虚じゃないとね。では我々義勇軍が冒険についていろいろ教えてあげよう。何が知りたいんだね。でここでいろいろと聞くことができます。で物語が進んでいくと聞けることが増えていくんで、ちょくちょく、そうだね、もっと強くなったら別のことも教えてあげますと。で一番重要なのは、地図をよこせで、地図持って、そうだね、右上にマップ表示されてたもんね。新しい町に行ったら地図がないんで、とりあえずこいつに話しかけて地図をもらうということ。あと倉庫っていうのがある。倉庫に預ける。薬箱、宝の地図。煙玉って何、ちょっと見てみよう。アイテム、薬箱は
そう、傷薬が入ってる。で、宝の地図もあるんだ。まあ、これは財宝サーチってアビリティがないといけない。で、煙玉、敵から安全に離脱するための煙玉。お、いいね。これってでも装備しないといけないよね。薬箱、煙玉、OK。器用さが下がってんな。これ多分レザーグローブだな。斬撃に少し強くなるか、あ、違う、斬撃に強くなるか、少し器用さが落ちるということで、まあしょうがない。ちょっと町の人に話しかけていきますか。ジェルトンへようこそ。あんたも草原の財宝を狙ってきたのかい。グレイの序盤イベントは草原の財宝ですね。これを手に入れること。鍛冶屋、鍛冶屋は難しいんで1周目は全然気にしなくていいと思います。港からはバファル帝国の首都ベルビルへ行く船が出てるわ。昔はこの島も帝国の領土だったけど、今はその船だけが帝国とのつながりね。草原にたくさん開いている穴は恐竜の巣穴よ。穴の奥に財宝があるとか言うけど変な話よね。どうして恐竜の巣穴に財宝があるのよ。うん、なるほど。あとスキル屋さん、これも話しておこう。ジュエルを使用してスキルレベルを上げることができますと。これあのスキルレベルめちゃくちゃ重要なんで、このシステムちょっと最初理解してないとマジで詰まるんで、まあ、ジュエルは重要です。でないな、剣士がないな。ここで剣士覚えらんないんだ。じゃあちょっとレベル1で頑張るしかないか。でマップアビリティはお金で買います。財宝サーチ350円ってどうなの、覚えておいた方がいいのかな。クライミングジャンプ、ここら辺なんか財宝を探すときにないと終わるよね。覚えるだけ覚えておく。どうしよう、ちょっと悩みどころだな。序盤だから必要ないと思うんだけどな。パブに行こう。詩人さん、仲間から外したい人がいるんじゃないですか。で余計なお世話別に。私が語るも。でちょっと物語一瞬聞いて、これ自体はちょっとカットしちゃいます。まだあまりにも有名な伝説ですから聞き飽きていますか。あれ、なんか詩人仲間にならなかったっけ。あまりにもグレーだと仲間にならないのかな。戦力が欲しいから詩人を仲間にしたかったんだけど。おいいねいいね、なんかイベントリストが追加されていくね。草原に財宝が隠された穴があるらしいが、一体どの穴だろう。おお、今のはパブの人の話か。更新されたのは。恐竜は穴の浅いところにしか住まないらしい。それで巣穴とそうじゃないのは見分けがつくわけだ。更新されていく。知ってるか、恐竜の卵は高く売れるんだぜ。しかし恐竜に見つかったら。おうおうおう、卵の話だな。草原にいるでっかい恐竜はすごい力よ。でもおとなしいからこちらから手を出さなければ安全よ。ちょっと防具屋さん、歌舞伎屋さん見てみよう。アイテムショップで3つの流通勢力の影響を受けていますということで、刀系か竹、特に買うものはないな。でここ多分宿屋だから、ちょっと宿屋でセーブだけしておく。いらっしゃいませ。ちょっと休憩。お泊まりですか。宿屋でセーブシステムなんでこのゲーム。はい、よし。でちょっとここも見てみよう。ああまだ売られてないな。そう、流通レベルがないと物が売られないんですよね。毛皮のベスト、まあ特にはいらないかな。翼のお守りだけども高っけな、これ。まあ、素早さが上がるのか。ここは、あ、ここは剣術ショップ。剣術って殴る系のやつね。でここは、あ、術ね。一応一通りは揃ってるね。ヘルファイアで魔法使いはミディアムなんで、まあ、ヘルファイアは覚えてます。で生命の炎は、まあ、リジェネでしょ。セルフバーニングは魔法盾でしょ。でエレメンタルは、まあ、召喚でしょ。特にいらないな。攻撃系のファイアボールみたいなのあれば欲しい気はするけど、まあ、ガラハドとミディアムは仲間から外れるんで。そうでちょっと草原行こうとしてたけど、見てみましょう。プレイヤーノート見よう。でクリア済みメンバーとかあるんだ。イベントリスト、草原の財宝、
リガウ島の草原にはまず財宝があります。でモンスターを倒して財宝を手に入れましょう。で恐竜が浅い穴にいる。で花がたくさん咲いている場所の穴が深い。で恐竜の卵が高く売れるということで、一応これらの情報をもとに草原へ行きましょう。でじゃここにはすぐ穴があって、一応学校でクイックセーブして、で浅い穴です。入りますか。でもちろんだ。でやることまず何か、これもうめっちゃおすすめなんですけど、恐竜の卵を回収します。で恐竜ってめちゃくちゃ強いんじゃないのというのがあるんですけど、まあ、戦ってみましょう。バトル、あここで逃げるになった。バトルコマンド、でここから逃げられる。あ一応 LP 消費しても逃げられるのか。煙玉がない場合は LP 消費して逃げる。私の剣だけで十分だ。なんでそんな自信満々なの。勝ち上げ引きたい。まあ、それは無理だよ。ミディアムとかダメージ取ってねえじゃん。戦闘不能の人がいます。で回復すれば、まあ、再び立ち上がれます。で LP がなくなるとパーティーからいなくなっちゃいます。まあもちろん当たり前のやつ勝てないんですよ。全滅。って感じで勝てないんですよ。でこれ今見つかってる状態なんですけど、全然遅いんで逃げ切れるんですね。ただあ先手取れた。なんか知んないけど、で戦闘から退却するとシンボルが消えるんですよ。逃げていきましょう。でこのシンボルを全部消します。あ罠がかかってるかもしんない。開けよう。罠開けるかないからね。110円ゲット、やった。特に罠は発動しなかったのかな。あでちょっと早めよう速度に。で恐竜の卵を取ると、要はこの恐竜がめっちゃ襲ってくるんですよ。でも逃げればいいじゃんっていう話だと思うんですけど、恐竜の卵を持った状態だと逃げらんないんですよ。であと恐竜めっちゃ速くなるんで、ちょっと待って、ここで一回セーブをして、で逃げます。でこっち行きます。でそんなにね長いダンジョンじゃないんで、で恐竜の卵をゲットします。でちょっと等倍に戻します。で今恐竜の卵を持ってる状態です。で見つかります。でめっちゃ早いです。あ逃げ切れない、自分より早いな。で乱戦、あ逃げられる、これ逃げられんじゃん。あれか、消えないのか。逃げられるけど消えないっていうあれね。でも煙が回るんだったら、でもちょっと最速で逃げても逃げられないわっていう感じだから、まあいろいろとね、LP もなくなって死んじゃうんですけど、じゃあちょっとこの恐竜を消しますか。で、逃げる。これで恐竜のシンボルが全部消えたんで、恐竜の卵を回収しましょう。で、恐竜はもういないんで、安心して帰れます。でこの恐竜の卵を売っ払って、まあ、金策するという感じですね。まあ、2倍速でさささささっと帰ります。でこの恐竜の卵をちなみに売っ払わないと、草原にも恐竜がいるじゃないですか。であいつらにも目つけられるはずなんで、ちょっと厄介なんで、ここら辺に今見えてた恐竜っすね、あれも卵を持ってると狙ってくるんで、さっさと売っ払っちゃいましょう。5000円、いいね。おめっちゃ上がる。3つ全部上がったわ。で刀とか買えるけどさ、刀のスキルがないからね。スキルのないやつはちょっと使わない方がいいんで、まあ今は初期装備でいっか。であと穴なんだけど、これどこだっけ。いやー2倍になってるから早いわ。私の剣だけで十分だ。でヘルファイアは使えないから殴ろう。エナジーボルト46強い。あれヒットポイント今
みんないくつくらいあるんだっけ味方。100か。ガルハト170もあんの。ヘルファイア、バトルポイントを消費します。で、一旦ごとに回復していくけど、次の戦闘には持ち越さないので、まあある分は使っていく方が得ですね、という感じです。34。いや、ミラムやばくね。あー、死んだわで、ちょっと待って、ここにも花が咲いてるけど、どこだっけな。なんかもうさすがに覚えてないけど、ここだ。なんか光ってる。これ何これ。え、なんかあるってこと。結集のダイブとかなんか連打してたら財宝の穴。あ、ここか。敵がいるな。敵はね、あんまりちょっと接触したくないんだよな。こっちの、あ、なんか、おお、罠がかかってる。開けよう。100円、もう金持ちになってるからさあ、ジュエルいいね。金に対してシビアになってんな。あ、そうそう、よくよく考えればミニマップ、あれミニマップってもともとあったっけ。こう映し出されてんのはマジでいいわ。もうサクサク進んでいきます。2倍で。で、こっちなんかあるけど、クライミング必要なの。レベル3とか無理だね。じゃあ序盤ではいけないわ、あそこは。で、敵をすり抜けてさらに奥へ。いっぱいいるな。うわ、はいえあいつはいえ乱戦。あ、使えねえわ。最初前使ったものにセットされてるのか。てか、バトルも2倍にしよう。ゲットで。でも、クレイ、意外に、ヒットポイントないからな。ガラハドと比べると、ガラハドが強えな、普通に。さすが聖戦士を名乗るだけはある。お、BP アップしてくれるのはいいね。初期 BP でヘルファイアが使えるようになってくれるといいんだけど、まだ使えないから、じゃ右の鳥を殴って、BP か、おい、死ぬなよ。BP 回復させて、スライムはちょっと術でいかないと通らないか。ガラハドでも通らないってことはヘルファイア。あ、通った。いや、もう全然術の通りが違うね。では早いのいいな。ちょっと待って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 、こいつ。あー、これなんだ。戦ってみなければ敵の実力はわからない。まあ、そうなんだけどさ、どうなんガラガラ。カットイン。使い慣れた武器で強力な敵と戦っていると、無意識に体が動いて新しい技を繰り出すことがある。これをひらめきと呼ぶ。いいね。てかガラハドが覚えてんのかよ。グレイが覚えてほしいんだけど。ああ、ピピ使うか。ヘルファイア杖、ライトヘルムゲットした。え、一応装備させとく。どうする、ちょっと見てみよう。あ、頭装備してねえじゃん。じゃあ装備させとこう。ライトヘルム上がるね。重量が上がるんだよな。それはしょうがない。あ、ここもクライミング。あ、クライミングレベル3か。でもさ、クライミングレベル3を覚える頃にはもうこんなとこ来ないよね、普通に。いや、こいつは早いんだよな。俺の前に立つ。いつも後ろ取られんな、逃げようとして。こいつは弱いんだ。こいつは29か。お、衝突拳いいね。衝突拳強いんだよな。ただ衝突拳って結構 BP 使うんだよね。またさっきまでされた。そう、武器の耐久度があって、これ赤いのはもう絶対消費するんですよ。だから3使うってことはシングルソード30しかないんで、10回使ったら武器がぶっ壊れますと。まあ、ぶっ壊れると、まあ、修理すればいいんですけど、自分のスキルレベルが上がるとこれがどんどんあの減ってくるん で、カットインって黄色じゃないですか。黄色の場合はね、減らない可能性があるっていう感じだから、消費 BP をいかに下げるか。で、
強力な技ほど基本的には消費 BP が高くなるんで、ゾンビは、あ、ゾンビとグールが違うのかな。ゾンビは弱くてグールは連携した。1つの目標に対して攻撃を連続させることで単発の攻撃よりもはるかに高い効果を上げることができる。これを連携と呼ぶ。で、何の話してたんだっけ。そう、高いやつほど基本は高い。そう、 BP 消費する。でスキルレベル上がると消費 BP が下がってくるから、まあ、気軽に使えるよという感じです。あ、そうか、あとグールとゾンビ、あ、だからゾンビの方が弱いよねっていう話だ。みんなめんどくさいな、一回一回切り替えなきゃいけないから。なんかゾンビの方が弱そうな気がする。でヘルファイアちゃんと右にやろう、効率よくと。はい、ヘルファイア一発で倒せるから。あー、結局グレイガラハンでも倒せないのか。 PP めちゃくちゃ消費する技はちょっとやっぱね、ここぞという時にしか使いたくない。これあれ、あれなんか刀があるんだね。ここに刀があるっけ。3人で殴らないと、いけ、3人で殴っても倒せねえし。これはミディアムのヘルファイアの出番だな。ちゃんと右にやろう。強い。錆びたことを。偉大なるリガウの戦士の血を継ぐ者よ、我が栄光と挫折の物語を聞くがよ。かつてこの地には王国があり、誇り高い戦士たちによって守られていた。だが永遠に続くかと思われた繁栄も陰りが見え始めた。私は国と誇りを守り抜くために新たな刀を鍛え上げることを思い立った。刀には鍛えた者の魂が宿るという。私の魂を宿したかったのだ。青銅で錆びたことを補強せよ。で、これ自体はね、ちょっと最初の初心者がやろうとすると結構めんどくさいイベントなんで、まあやるかどうか。戦闘回数がどうしても多くなってるんでね、1周目とかはね、もうなんかサクッとクリアしたいんですよ。ジュエルの効率的なものも考える。霞にな、ちょっと俺に技よこせよ、ガラハド。あれ、こっち行くと外出ちゃう。奥へ進んでいきましょう。ちょ、蜂ばっかじゃねえか。虫ばっかだ。さすが草原。まず左を倒す。強い。で、こうでしょ。ちょっと待ってね。で、ヘルファイアで右。いけ。おお、いいね。わ、力がなぜか上がったけど。ちょっと待って、8。これまだチェインする？まだチェインはしないか。どうしよう。衝突剣使っていこう。で、霞二段は、まあ、1減るか減らないかっていう感じだから。衝突系強いの、普通に強いよな。基本的にはなんか普通の通常技って全然弱いんで、まあ、いかにね強い技を使って戦闘をこなしていくかというのが重要になります。まあ、でも3減るのは痛いよな。 BP が1セントにちょっと1回くらいしか使えない、うん、これでいい。1セント1回やったとしても10セントしたら終わるから。ちょ、待って待って、もうこいつらうぜえ。ここはだ、霞二段は減ってないね。いいね。ガラハド基本最初は霞二段でいこう。もっと強いやつと戦おう。ちょっと戦闘回数がだいぶ増えちゃったな。まあしょうがない、これ戦闘回数で時間が経過するんで。
時間の経過によりちょっとイベントがなくなっちゃったりもするんで、ちょっとこいつボスだな、倒そう。だっていっぱい出てきたんだけど、周りから削る、ちょっと衝突剣で周りから削っていこう。数が多いのはなんか厄介だからな。 C をなんとなく狙う。でちょっとこれは等倍でいこう。キャッツえ衝突剣だったらさ、極めていくと技の高度な応用として追加の一撃を発動することがある。当然強力な技ほど追加の一撃の威力は高くなる。この状態を過激と呼ぶ。連携しなくても倒せた。むしろさ、ゴブリンソルジャーにさ連携した方が良かったよね。強えんだけど。普通にこれは待って、応急手当をミディアムやっぱ蘇らせる。でソルジャーも先に倒して頭潰す。頭はでも普通に断ち切りじゃ無理だな。50、いや強え。ちょっと待って、シールド発動してくれた、ありがたい。いやちょっとグレがまずい。さっき食らっちゃったかな。そもそもの傷薬って言ってたっけ。霞二段でちょっとゴブリン倒せてねえじゃねえかよ。でヘルファイアがいけねえのかよ。死ぬと BP0 になるんだっけ。挑発、あれこれって応急手当使ってくれる。よし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 。10くらいか。まあまあでもこれもやっぱり鬱陶しいっちゃ鬱陶しいかな。クレイはもう常に回復だな。でガラハードとヘルファイアで倒せる一発で。よしよし、挑発でいいね。あ、挑発ってあいつ狙うってこと。これでグレイはとりあえずまあまあまあ大丈夫。ヘルファイアいけ。よし130。あいつ狙ってるわ。そろそろガラハドも回復させておくか。で霞がいけるから2回に1回だな、ヘルファイアが打てんのが。そしてソード食らった。危ねえ、ミディアムは落ちる可能性があるから。グレイ落ちたらもう回復できねえじゃん。やばい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 。あ、そうか、あれになってんだ、挑発食らってんだ。え、じゃあヘルファイアもちょっとゴブリンソルジャーに撃つよ。戦術をミスってんな。よし、ガラハドマジこのヒットポイントあって助かるわ。何気に短期役としても機能してる。衝突剣 OKOKOK。 これでかい、倒した。もうここまで来るよ、最初でしょ。いや苦戦したよ。でもマジでこれボス強いんで。あ、防御しちゃった。まあいいや、歓喜のあまり操作をミスった。ライトヘル、こいつライトヘル持ってんだな。邪魔だな。最後の門番として出てきた。ゴブリンソルジャーを倒した。この俺に勝てると思ってんのか。あと1匹。よーし、罠かかってるかもしんないの。500円。そしてユーミン、ちょっとイベントリスト見ますか。財宝発見、恐竜の卵発見、刀の声、聖堂で補強する。ああまず聖堂で補強しろってことか。刀だってアビリティ持ってないし、そもそも。まあちょっと悩みどころだな、多分やんない。グレイはちょっとね、また最後のあたりでも集会でやりたいと思ってるんで、そこでちょっとやっていきますか。あれどっちだ、帰り道地図見ながら
歩けるのいいな。こっちか。でジェルトン。さ、それで、一応何かが起こるってわけではないので、財宝を手に入れたからもうジェルトンには用はないですね。なのでベルビル行きの船に乗りましょう。ベル、なんか早くなんないな。一回乗らないと早くなんないのかな。2倍か。さてこれからどうする。懐も暖かくなった。一旦解散するのはどうだろう。私はクリスタルシティに帰って新しい武器のスキルを覚えたい。そうだね、あたいも久しぶりにエスタミルに帰ろうかな。新しい術も覚えたいし、美の術だけじゃこの先厳しいもんね。あんたはどうするの、グレイ。これはもう2人と別れていきます。俺はしばらくここに残る。そうか、ではさらばだ。また会おう。ミリアム、ローバーンまでは一緒だろ。あんたと2人旅か、参ったな。でも仕方ないわね、1人よりマシよね。グレイ、今回の冒険も楽しめたよ。また一緒に行こうね。バイバイ。あ、ガラハトとかなんか装備外しとけかったかな。まあいいや。あいつは帝国の出身なのか。わかんない、彼何も話してくれないんだもん。さ、じゃあメルビルを見て回りますか。でメルビルのマップを持ってないんで最初マップを回収しよう。義勇軍どこにいたっけ。だいたい入り口付近にいるはずなんで。あ、いた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 。おい君、義勇、とりあえず地図だけ回収します。なんか近づいてきたな。久しぶりだな、同じ部隊にいたジャンだよ。知らんな。そんなことはないだろう。あの時軍を辞めたのは俺をかばうためだったんだろう。記憶にない。君は忘れていても俺はしっかり覚えてるぞ。まあいい、今日は冒険者として名高い君に頼みたいことがあるんだ。ある女性の護衛をしてほしい。女か。クローディアという名の娘さんだ。ちょっと、いや、かなり訳ありだな。それとなく守ってほしいんだ。俺は帝国の兵士だから、いつもそばにいるわけにはいかないからな。頼む。まあ引き受けましょう。引き受けてくれるか。無論金は出す。お、1000円もくれた、やった。めっちゃ金持ちじゃん今。クローディアさん、彼の名はグレイ。あなたの、そう、ガイドです。ガイドをお連れしました。この方がクローディアさんだ。よろしく。それでは私はこれで、いつでも宮殿に遊びに来てください。あとは頼んだぞ。行きましょう。ちょっかりしっかり仕事こなしてんな。ガイドはできないけどね。迷いの森。さあそこから一応クローディアの狩人の弓、狩人の弓だったらさっき手に入れた長弓が19、狩人の弓が10なんで、これも早速装備させましょう。で錆びた孤島があるね、まあ、最初弱いんだけどね。刀スキルだよ、レベル0だもんだって。ちょっとそれは使えないよ。よし、ということでちょっと2人になっちゃいましたけれども、財宝をね無事手に入れてメルビルに来て、クローディアさんをお連れするところに、なったので、今回はここで終了したいと思います。とりあえず12月1日発売のミンサガ、発売まではちょっと1日1本くらいずつは上げていこうと思いますので、まあ、よければまた、ご視聴いただければと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。最後まで間違えたチャンネル登録、高評価していただければ幸いです。